ゴールデンイーグルスを迎えての2連戦、だいぶ今日気温が高いので、皆さんしっかり水分を取りながらイベントや試合をお楽しみください。さあ、この時間ボールパークステージオープニングのコーナーは今日のイベント情報を皆さんにお伝えするコーナーです。ぜひ楽しいイベントチェックして ZOZO マリンスタジアムをたっぷりお楽しみください。このお時間はですね、私イベント MC 小夏だけではなく MC クラッシュから1名を迎えて、皆さんにイベント情報をお伝えしていきます。では今日のメンバーを早速呼んじゃいましょう。今日は MC クラッシュからナナミ、どうぞ拍手でお迎えください。はい、よろしくお願いします。はい、こんにちは、 MC クラッシュ2年目のナナミです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はナナミと一緒にお送りしていくんですが、前回登場した東郷からの紹介で同期がとても仲が良くって先日は一緒にハンバーガーを食べに行きましたなんて言ってたけど、はい、そうなの、ハンバーガー食べに行ったの。ハンバーガー食べました。あと築地も行ったりだとか、築地、はい、おにぎり食べておにぎり食べて、はい、いいですね。ゆいもゆいも一緒に行きました。そうなんだ、はい、本当に同期が仲良しだっていうふうに聞いてるんだけど、はい、なんか先日はお泊り会をしたっていう話を聞いたんですが、そうなんですよ、はい、みんなで初めてお泊り会をして、そうなんだ、はい、ウノをしたんですけど、ウノをやったの、なんと全部ユイが1位で勝って、えすごいね、はい、で全部あやまがビリで負けるっていうそんなことある、はい、なんかちょっと面白い、そうだね、ちょっとなんか、うん、空気がちょっとピリッてしたピリッてしました、はい、楽しそうですね。でもね、楽しかったです。なんかDVD を見ようってことで集まったっていうふうに聞いたんだけど、はい、DVD は結局見たんですか。そうですね、 DVD を見たいって言ったのが、うん、東郷、ゆい、あやまが見たい見たい見たいって言ってて、うん、で葵がもうみたいな感じだったんですけど、うん、いざ見たら、私と葵しか起きてなくて、あ、見たいって言った張本人がもう寝てしまってて寝ちゃったんだ、はい、結局葵と私で最後まで見てなんだよみたいななっちゃったんですけど、面白いですね、はい、ちょっとマリカイもするぐらいとっても仲良しの同期なんですね、はいはい、さあそんなナナミなんですけれども石垣島の出身ということで、はい、今日は結構暑いなって私は感じるんだけど、うん、石垣島とこう千葉県のこの暑さって比べてどう違うのかな。全く違いました。違うんだ、はい、どんな風に違うの。結構ここの暑さの方が私は暑いなって思いました。そうなんだ、はい、ちょっと意外ですね皆さんね、はい、なんかアスファルトなんですかね、うん、なんかアスファルトのこの照り返しっていうか、はい、そうですね、それがちょっときついなっていう。そう、結構暑いなと思います。そうなんだね、地理として。あ、そうかそうか、私も石垣島キャンプの時期にね、はい、何度か行かせてもらってるんですけど、自然が豊かでとってもいいところだよね。はい、そうなんです。結構さ、頻繁に帰ったりはしてるの。年に1回しか帰れないですね。ちょっと遠いもんね、やっぱりね、はい、そうですね。じゃあやっぱりこうなんか自然が恋しいなとか思ったりする。思います。なので結構、はい、自然あるところに行ったりしてます、休日は。最近はなんかどっか行きました。最近はなんと高尾山に。あ、高尾山に登ってきたんだ、はい、結構きつかったんですけど、うんうん、何、ケーブルカーみたいなの使わずに下から、はい、もう歩いて登って行って、で山頂でお蕎麦を食べました。お蕎麦有名だもんね、はい、いいですね。じゃあそこでちょっと石垣島ではないけれど自然を補給して。そうなんです。なるほどね、楽しんできたんですね、はいはい、さあではそんなナナミですけれども、はい、いよいよもう6月もこれホームゲーム最後のカードになっちゃうんですが、はい、ちょっと今日の意気込みを聞かせてもらっていいですか。はい、今日と明日イーグルス戦、2連勝してカードを勝ち越しできるように、はい、皆さんで本日も熱く盛り上がっていきましょう。はい、皆さん一緒に応援よろしくお願いします。ではここからはナナミと一緒に今日のイベント情報をお伝えしていきましょう。まず本日は復興支援中島村キラリスペシャルナイター開催ということで、いろんなイベントがあるんだよね。はい、球場正面の特設